こんばんは。2013年12月24日ニュースウィンプラスの時間です。クリスマスイブの今夜、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、それでは最初のニュースです。12月21日、新潟県西蒲区の岩室温泉近くにあります新潟市岩室観光施設岩室屋を会場に、第10回岩室屋暮らしのお楽しみ会が開催されました。このイベントは西蒲区にお住まいの女性が地域の皆さんに楽しんでいただけるイベントとして毎月定期的に開催しているものです。当日はさまざまなブースや販売の他に、新潟で活動しているプロアマのミュージシャンのライブなども行われ、来場者を楽しませておりました。では当日ライブを行われていた新潟で活動するソロギタリスト藤田慎吾さんの演奏と、このイベントのプロデューサーである遠藤翔子さんのお話をお聞きください。岩室屋暮らしのお楽しみ会に来ていただきありがとうございます。西蒲区に住んでるということで、イベントをやりたいなと思ってこちらの岩室屋さんの方で始めました。技がある方がたくさんいるので、その披露の場を作りたいと思って始めたイベントです。はい、今回でなんと10回目、スイート10です。はい、皆さん出ていただいてる方たちです。この方たちがいるので成り立ってるイベントです。ありがたい。この岩室屋では地域の特産品の販売や展示、食事なども楽しんでいただくことができます。特に人気なのは屋内型の足湯コーナー、これからの季節には本当にありがたいですね。さあ、続いてのニュースです。22日日曜日、新潟市総合福祉会館を会場に、新潟大学、新潟青陵大学、新潟医療福祉大学の3校の手話部が合同で行った第1回手話部交流会が開催されました。はい、じゃあこれから第1回新潟手話部交流会を始めます。この催しは日頃からサークルや部活動を通じて手話を学ぶ学生たちが、交流会を通じてさらに技術を高め合い、実際に障害者の方々との触れ合いを通じ社会に貢献していく、その姿勢を学びたいとの趣旨で、今年初めて開催されました。各大学が手話での歌の披露やゲームなどを通じて交流を深めていました。サンタのおじさんね、サンタ当日は障害者の支援団体である NPO 法人20の方々も参加され、手話の講座などを担当され、学生たちも真剣な面持ちで受講していたようです。では当日司会を務められていた新潟大学手話同好会レマンの小林さんのお話をお聞きください。この会の目的は、他の大学とこう交流する機会っていうのが、なかったので、今日こう交流をして、いろいろな大学の人たちとか、あとは実際にローンの人々とかと、交流ができればいいなと思って、交流会を、企画しました。手話という言語を通じてお互いを高め合い、そして障害者の方々にできないことをサポートしていこうという、このような学生たちの活動を応援していきたいですね。さあ、最後は気になるお店のコーナーです。今週は今川焼きのお店角屋を紹介いたします。新潟では大判焼きと呼ばれる今川焼きですが、ここ角屋の大判焼きは外側のパリッとしており、あんの程よい甘さと相まって、昔から常連客の絶えないお店です。広い店内でも食べることができ、学校帰りの学生たちにも人気のお店です。お正月用にあんこの販売も行っております。ぜひお汁粉にいかがでしょうか。それでは皆さん、また来年お会いしましょう。